私いるよ、私のそばあなたいるね。生まれる前からそう互いに感じてた。あなたのそば私いるよ、私のそばあなたいるね。あなたに会えてよかった。いつも心配してくれてありがとう、感謝してるよいつもだ。りなちゃんお誕生日おめでとう。イエーイ、イエーイ。誕生日のいきなりだもんね。びっくりした？えって。イエーイ。びっくりした。何が？今日はりなちゃんがお誕生日です。イエーイ。ありがとうございます。いやびっくりしたマジで、本当に本当に。誰か一個来て、みイエーイみたいな感じだったねなんか。そう。言おうとして息吸ったらあれって感じ。じゃあ行っちゃいますか。仕切り直しで。せーの。皆さんこんばんは。エコイズム2011プレシャスワン、あなたはとても大切な人、始まりました。私はエコイズムのりなです。まやです。あずみです。みやびです。みゆです。ゆうなです。よろしくお願いします。じゃーんじゃーんじゃじゃーんじゃーん、はい、じゃ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 んじゃん。まずは撮影サロンから、はい、じゃ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 んじゃんじゃんじゃん。あとはじゃんじゃんじゃん。見えるかな顔。かわいい。かわいい。ほらノリがいるのかな。はい、見て見て、上になんか乗ってるよ。すごい。これプーさん。プーさん。プーさん。これプーさん。これプーさん。はい、次またケーキも来ます。ポンデ、ポンデ、あのミスタードーナツのさ、あーポンデ、ポンデライオン、ポンデライオン。あー本当だ、かわいい。取れてちゃった。眉毛見取れちゃった。あー本当だ、ポンデライオンだ。すごい。すごい。電気削って。はい。キャー。どうぞ。お。テレテレ。テレ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 。ハッピーバースデー。テレ。なんか。ああ。どうすればいいの？ちょっと開けた方がいいでしょ。あ、りなちゃんのところのケーキも来てる。すごい。待って。ハッピーバースデー。りなちゃん、おめでとう。わー、それ見せた。ひげが欲しくなったんだね。サトエサロンからです。ポンデライオンに見えたかな。見えた。他はプレゼントとか個人のやつとかまだ。あとそれ持ってる今。持ってる持ってる。あ、じゃあ今やろう。ケーキはどうしよう。冷蔵庫に入れた方がいい。冷蔵庫入れとこう。終わってからですよ。じゃあ預かっていくね。これは？あ、預かっています。預かりますね。はい、うまそう。何食いたい。あ、いいよ。いいって。出していいよ。お、あ、じゃあ持ってくる。持ってくる。いいよ。持ってくる。いいよ、持ってきていいよ。いらっしゃい。じゃあ残ってるチームから、まやちゃん。え、まやあれか持ってる。サトエサロンか。オッケー。はい、じゃああずみプレゼントがあるんだ。誕生日おめでとうございます。お手紙だ。こっちじゃない？こっちですね。あ、はい、ありがとうございます。へぇ、学校のと、ね、よいしょ。あ、かわいい。はい、ちょっと入れて。
はい、みやびちゃん誕生日おめでとう。ありがとう。すごいすごい。ゆうだとかある？あ、ん？いい？いいよ。誕生日おめでとう。あ、手紙だ。ありがとう。私とこなんだけど。はい。じゃあ、誕生日おめでとう。ありがとう。すごい、書いてある。見せて。はい。すごい。かわいい。12歳のお誕生日おめでとう。いつも仲良くしてくれてありがとう。エコイズム頑張ろうね。よろしくね。いろんなより。はい。ありがとうございます。はーい。すごい。すごいね。はい、りゅうちゃんからの。ちょっとね、あ、ちょっとこぼれちゃってるから。やっぱり。はい。あ、まあ。こぼれてるから。あ、そのまま。あ、じゃあ。あ、すごい。すごい。すごい。何それ？メニュー観点。あ、いいね。おお、すごい。すごい上手。すごい。自分で作ったの？すごい。すごい。かわいい。すごい。すごい。飛んでった。かわいい。面白い。すごいね、たくさん。すごい。たくさんもらっちゃった。本当だ。知ってた？今日のこと。全然気づかませんでした。そうですよね。びっくりさせたくてね。みんながやってくれたんだ。それ冷蔵庫にじゃあもう一回冷やしてくれようかな。はーい。重たいです、録。やっぱり番組中だよね。録音中です。番組中です。じゃあ自己紹介が終わったところで、あれまやちゃんは、まやちゃんはあのあれです。あの、あ、もう始まったの。私なんです、先生がね。何を？プレゼントの。プレゼントの。まやちゃんはって言われて。あ、さっきのサトレサロンの一緒に作ったやつ。です。ありがとうございます。伊藤さんまた別のやつ。のりは私がやっ。ポッチャマとかのやつ？ポッチャマじゃなくて。あ、すいません。はい。ポッチャマみたいな。じゃあ伊藤さんもカザフスタンで行っちゃっていい？はい、どうぞ。今日は。ちょっと待って。トイティからも。もうない。トイティから。あ、向こう。向こう。後で。全部向こう。はい。じゃあ。ひなちゃんおめでとう。おめでとう。いくつだったの？12歳です。いやー、いいねー。やっぱり当たった12歳。よかったね。改めて。おめでとう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 。誕生日。家帰って。パーティー。うん、明日なんだ。6年生の中で12歳になった人。はーい。あ、2人だ。お先に。あーちゃん早生まれだよね。来年。うん。来年だよね。私、うん、来年。年明けてから。いる？ここにいる？来る？晴れる？どうした？誰？ユナ。ユナいつ？9日。来週。最近。あ、誕生日が。金曜日。ナイス。土曜日。土曜日。お、またやろうじゃあ。おお。イエーイ。なんかラッキー。じゃあまたケーキ食えるってこと。ラッキー。イエーイ。まあ、じゃあカザフスタン情報いきますか。はい。いきますか。はい。はい。元気に行こうね。じゃあよろしくお願いします、カザフスタン県。見ろ。明るくからもう100人超えてる、100人。うそ。すごい。じゃあ明るく。明るく行こうぜ。行きまーす。行きましょう。イエーイ。イエーイ。今日はカザフスタンへの応援の救援物資のお願いについてちょっと説明します。大きい声で頼むね、みんな。はい、はい、それでは行きます。どうぞ。カザフスタン共和国から子ども地球サミットに救援物資の要請がありました。南箕輪村で毎年夏に開催されている子ども地球サミットに今年は海外からは4カ国の子どもたちが参加してくれました。そのうちの1カ国カザフスタン共和国から子ども地球サミットに救援物資の要請がありました。なぜならカザフスタン共和国に大災害が起こったからです。今年の3月1日の夜、大降雨と雪解けによるアルマティ州のアガシ村の
ダムが決壊し洪水が発生、いくつかの村が水浸しになり、アガシュ村は完全に破壊しました。洪水が起こる以前にはアガシュ村には465戸の家屋があり、2240人が住んでいました。情報によると洪水による死者は40人にも上り、そのうち12人は子供でした。現在復旧に当たっているそうですが、その村の子供たちに以下の救援物資を届けます。ご協力よろしくお願いします。応募部、募集物品について、1、衣類、子供服、メンズ服、レディース服ともか、また洗濯済みのもので、シミや汚れやほつれなどきれいなものをお願いします。季節は問いません。などなほつれなどぬいぐるみ、2、ぬいぐるみ、ぬいぐるみはきれいなものに限ります。汚れている場合は洗濯をお願いします。3、ゲーム、おもちゃ、電池で動くおもちゃもか装飾品、注意、装飾品は必要としていません。コンセントの形状、電圧が日本とは違うため電源を必要とするものはご遠慮ください。いずれも壊れているもの、修理の必要のあるものについてはお受け付けしていません。ご協力よろしくお願いします。はい、受付期間、平成22年10月31日までです。常時受付場所、南美濃村 JA カミーナグリーンロード南美濃給油所、長野県カミーナ郡南美濃村南戸の 4924-4、 電話番号 0265-73-9417、 営業時間7時から19時30分、日曜は定休です。塩尻市焼肉楽園塩尻店、長野県塩尻市大和座広岡高いで、電話番号0263-52-6821。まだそこやってない。ここ今どこ長野県塩尻市大あざひろ岡高いで 2179-1、 電話番号 0263-52-6821、営業時間11時30分から23時ラストオーダー、日曜日のみ11時30分から23時、22時30分ラストオーダーです。諏訪市焼肉楽園下諏訪店、長野県下諏訪町小浜6142-5、電話番号 0266-82-8200、 営業時間11時30分から23時30分、23時ラストオーダー、日曜日のみ11時30分から23時、22時30分ラストオーダー、 R-WAVE 長野県諏訪市中洲三又5680、電話番号 0266-546611、
パワーライフ営業時間、10時から19時、年中無休、年中無休、パワーライフ長野県諏訪市下諏訪町西四王4872-6、電話番号0266-26-8322、営業時間10時から19時、日曜定休、日時指定受付場所、南箕輪村キッズステーションクラブ2010、レッスン会場南戸のコミュニティセンター、長野県上伊那郡南箕輪村南戸の4879-1、電話子ども地球サミット辰野製作室0266-75-0332、受付日時平成22年10月3日日曜日、明日だね、10時から14時まで、平成22年10月17日日曜日10時から14時まで、諏訪市里江サロン韓国料理教室、会場長野県諏訪市沖田町1丁目 112-11、 電話 090-241-8000、 里江サロンの料理教室講習に参加する際はお持ちください。受付日時平成22年10月5日火曜日10時30分から13時30分まで、平成22年10月7日木曜日9時30分から14時30分まで、平成22年10月8日金曜日10時30分から13時30分まで、平成22年10月16日土曜日10時から15時30分まで、平成22年10月21日木曜日10時30分から13時30分まで、平成22年10月26日火曜日10時30分から13時30分まで、平成22年10月29日金曜日10時30分から13時30分までです。郵送の場合、ご提供いただける物品を下記住所までお送りください。必ず送料は元払いにてお願いします。着払いでの物品は受領していません。郵便番号 399-0428、 長野県上伊那郡辰野町稲富 7503-5、 子ども地球サミット辰野製作室、電話番号 0266-75-0332。 メールは info@trinity.fixer.jp。 いいかな聞こえましたか。はい、子ども地球サミットに参加してくれた皆さんへ。参加したカザフスタンの子どもたちは日本をとても好きになり、帰国してからも日本のことを話し続け、また日本に行きたいと言っているそうです。日本の皆さんもぜひカザフスタンに来てください、ともカザフスタンの関係者の皆さんが言ってくださっています。機会がありましたら遊びに行ってはいかがですか。そして元気づけてあげてください、はい、よくできました。長かったこれ。国語のなんか君らの成績わかるよね。一番すごかったと思う、みゆちゃん、うん、何みゆすごいスラスラ読めた。お、うん、みゆが国語一番いいと。一番読書好きだもん。国語得意得意、そうなんだ。じゃあさ、今日はまずこの間結婚式行った人、ハイチャートミーチャーの結婚式参加できた人が、リナ、マヤ、アズミかな。そうだね、他来れなかったけど、すごくいい結婚式でさ、もう涙涙だったんで、VTR を。イエーイ。俺の頭が出る。イエーイ、 VTR だ、 VTR。 あ、ちゃんと林さんの、あのお母さんお父さんから、うん、ありがとねってすごいいっぱい言われた。言うよね、それ。どうやって、あ、デザート食べてた時に言われた。で、先週から固定するんじゃなかった。ありがとね、ありがとね、ありがとねって。じゃあね、どう、行った人の感想をまず言って。前田とか行った人の、どうだった、うん、
前はね、一番付き合いがもう3年なんで二次会も招待されたんだよね、はい、だからその分も含めて言ってあげて。私も3年だよ。なんか、改めて、すごいなんかそのエコフレームで、ギターとサックスだった2人が結婚してびっくりっていうか、改めてびっくりして、でなんか言葉にできない。何？感動？感動はしなかった。なんだよ、言葉にできない。何？いや、表現できない。あ？まあ、うん、なんか何なんだよ、はっきり言う。言葉がない。言葉に言葉じゃない。みんちゃんはどうだった？綺麗かった？可愛かった。すごい可愛かった。なんだっけ、二次会の時にすごい黒いこうミニスカートのドレス着てすごい可愛かった。見たかったな。ここにこういうバラス。でもね、二次会ちょっとさ、子供たちは来れない場面があってさ、やっぱにバンドが出てくるんだよ。そう、下ネタ。下ネタで言っちゃっていい？これいいよ。全部出す。誰が？おちんちんまで出す。誰が？誰が？バンド。え、バンドって？男の人が。バンドって？バンドが出てきたの。でなんか、エコブルーム？エコブルームじゃないよ。全然違う人。みんなね、ヤマハの先生たちが多いから、みんなバンドめちゃくちゃうまかったんだよ。で、な、裸の人が出てきたと思ったら、なんか最初抱き合ってて、パッと見たら一回離れてまた抱き合って、それで一回離れて、このあそことあそこをなんか黄色いキラキラの線でつなげてて、で二人、みーちゃんと林ちゃんが。なんでキモいの？やだ。気持ち悪い。二人でハサミ持ってちょっと歌い始めて、で本当はこういうスカートみたいななんか紐で作ったスカートやってたんだけど、途中で赤と青がいたんだけど赤の人が取れちゃって勝手にね、だからじゃあ青も取りましょうってことになって赤の人が切って、二人ともスポンポンで、いろいろみんな全部。あ、でもね、あそこはガムテープとかで巻いてたの。剥がすの嫌じゃん。そうそう、痛い、絶対痛い。リトさんトイレに行ったら剥がすときにえいとかってやってた。いやー言った。で結局ね、まやちゃんは二次会でその後三次会までやったの。三次会はね、もう今度バーで、おとなしく飲んだので、その後まだ四次会まで行った。四次会で、どんだけ。そうそう、何時間まであるの？100時間あるかな。で、あ、月曜日にこのみーちゃんとはえちゃんが来て、その結婚式の様子また番組で配信する。じゃあ VTR、 あ、この間決めたやつ覚えてる？みーちゃん知らない。スタート、スタート。はい、どうぞ。せーの、はえちゃんの結婚式の要は君らが、さっき説明した方がいいじゃない。要は新郎新婦が、新郎新婦、何も知らなかった。婦が何も知らなかったんですけど、司会者も、司会者も知らなくて、あ、そこの結婚式場にいる人も誰も知らなかったんですけど、そうそう、突如このキッズステーションクラブのみんながお祝いしたくて勝手に駆けつけた映像を流します。はい、せーの、 VTRダンスシューズ履いた日から踊ることそれだけだ。もっと高く、もっともっと強く、誰よりも軽やかに、明かりの消えた稽古場で一人きり汗を流した。いつからいこう浴びる日々を心に
タリストの林さん、そしてサックス奏者の美和ちゃん、ご結婚おめでとうございます。子ども地球サミットで出会って3年目、本当になんか2人が演奏している姿を見てて素敵なカップルだなって思いました。私この仲間たちと一緒に仕事してる時が本当に楽しかったです。どうか末永くお幸せに、ご結婚本当におめでとうございます。来年また一緒に仕事ができるのを楽しみしています。お目にかかれる日までごきげんよう。
見ちゃったね。あれあれ見ちゃったね。あれあれね。あれあれであの林さんが伊藤さんに、伊藤さんに。あれ照れてたんだよな。うん、多分そうきっとそうだよ。でもあれが起こるとは思わなかったな、うん、あの話しに行くかと思った。うちも、そしたらみたいな感じ言うと思ったら、うちみたいな。で酒も入ってるからじゃない、いっぱい飲まされてたから。テーブルも待ってくるじゃん。で伊藤さんのテーブル来た時はもう一気飲みさせたもん。ダー一本一本一本グラス一杯一本もないでしょ。やりますかやりますかとかって言ってゴー。それもノリがやりますかからね、うん、もう酔ってる酔ってる、ね、今日は皆さんに連絡があります。連絡突然先週ビデオを見せるっていう言ったんですが、伊藤さんが再生じゃない、あの編集してないので見せれませんでした。それは本当すいません。伊藤さんがなんか見せたくないそうで。俺のせい、そんなわざと言ってね、やってたよ。あれは見せれんだろ。見せれる見せれるよ。見てください、堀ちゃんとあずみが書いてるんですよ。なんで、糸さん、あ、糸っていう字、糸って適当に書いたからそうやっちゃったけど、ああ、はい、ダメだよ、嘘はついちゃう。そうだね、あの、もう糸さん泥棒ってことで、嘘つきは泥棒だね。なんか、ちゃんと、ちゃんともうちょっとまともなの撮りたい。まともなやつだったらいいよ。じゃあまた今度あれさ、あれやばいよ。やばくない。お前らのやったあのパジャンパジ、え、じゃあマッサージ隊やめて、伊藤さんだけの、ね、音割れてるじゃねえか。マッサージ隊もあれはよくない。じゃあ今ここでやるか。じゃあ何ならいいの。何ならいいの。マッサージ隊死んでねえわ。寝てる人だもんみたいな感じで、今度また違うの流しますので、今回はまたあの伊藤さんのせいってことで本当にすいませんでした。来週期待お願いします。なんかちゃんとビデオ作りに来てくれよ。じゃあなんか面白いの、100人だって当日は難しいからさ、来週どっかで、なんで来週とかさ、来週もうね、もうこれでね、やるやるやるって言って伊藤さんの何回も聞いてきてるから、大人ってそうだよね。絶対にそうなんだよ。あの、ね、例えばやるって言ってやらないんで、遊園地に今度の土曜日行こうねって言ったら、あーまた今度ね、そうそうそう、あーまた今度ね、全部今度にどんどん後回す。行かないんだよ、絶対行かない。行きたくないんだよ、めんどくさいんだよ。そう、腰が上がらない、まあ、その大人っていうのをつける。伊藤さんのこと言うと置いといて、絶対嫌な大人、こういうことやるやつ嫌な大人っていうのを一人ずつ言ってる。子供地球サミット前にもいっぱいいるじゃん大人、うん、名前は関係なしな。じゃあ性格、性格でも嫌な大人っていうのちょっと、結構いっぱいある。本当、言ってみて。え、下品なこと喋ったり、下品なこと喋る、下品って下ネタとか、下ネタとかそういうこと喋ったり、あと息が臭い、そうそう、あとタバコ吸う、あー、すげえ、タバコ吸うとさ、最悪。タバコはちょっとね、宣言する宣言。タバコさ、値段上がったんだよ。そう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 。見て。200円だっけ。やめる人が200円。400円だよ。これ最後。そんなにすんの？いや、10個で。10個だよ、もう。10個もすんの？言ってた。ただ、もうこれで、もうやめるって決めた。本当に？本当に？みんな聞きましたか？伊藤さんは禁煙をあと10個で、あと10個で、10箱でしょ？なんだっけ、あれあれ見せてあげていいですか？やべえ、禁煙宣言した。あのこれ違う、あのくれたやつ、灰皿、あのそうそうそう。でもいっぱい入っちゃって、ちょい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 、これあの見るからに中にグラフっていうかなんか書いてあって、そうそう、円グラフになって、がん死亡率は20倍、あ、見えないだって。中にもすごいんですけど、今伊藤さんのタバコで埋め付けされています。埋め尽くされています。でももうちゃんと宣言したじゃん、もう番組で、うん、すごい勇気いる。でもドキドキしてるよ。これで禁煙を守れなかったら罰ゲームだよな、当然、うん、当然、当然。あ、でも言っちゃった、どうしよう。アーカイブの1本でもオーバーしたらダメだよ、うん、
みんなメモってる。でもすごい勇気いるんだけど。しっかりできる。いやー、しまったな、言っちゃったな、どうしよう。他、嫌いなタイプ。他嫌いなタイプ。なんか嘘をつく。うん、嘘をつく。ゆうなは嫌いな大人。なんだろう、嘘をつく。嘘をつくのは良くないよな。あとなんだろう、からかう。嫌いな先生。どんな先生。すぐ怒る。あ、なんかちっちゃいこととかでも、あ、すぐ怒って授業とか全部潰して、その後になんか授業を潰したが嫌な人とか言って手を挙げて人に、じゃあこれはやらなくてよかったんですかみたいな感じで、私ね、こういうの好き、やってきた方がいいと思いましたか、すいませんでしたみたいな。例えば誰か先生が言って、このこれが生徒だとしたら、例えばみやびが、みやびとみゆが悪いことしたとするじゃん、ね、それで先生に2人立ちなさいって言って怒られてるとするじゃん。それ何にもしてない人が授業潰されてこうやって聞いてんの大好き。授業が潰れるから、そのしかも悪いことをした人のことが聞けるじゃん。何好きじゃない、みゆが好きじゃない。でも空気が嫌いな科目の時とか、でも自分がその中に入ってたら嫌だ、嫌だけど、人の怒られてるのを聞くのは大好き。嫌だ、何したのみたいな感じになっちゃう。そう、でも自分がやると、あー、ドキドキドキ、そう、自分がやるとすごい嫌な、もうすごい終わってほしいって感じするけど、ね、あとさ、ポケットに手突っ込みながらさ怒る人いる。え、歩き回りながら、あとこういうのもこういうのもない、こういうのずっとあるある、こうやってて壁に寄りかかってね、そうそう、あ、こうやってこうやって足立ってこうやって、そうそうそうで、ね、机にね座ってね、足組んでね、こうやってやってね、わかる、そうやってね怒るよ先生、めっちゃムカつく。私のね中学校なんてね、もう図書室の隣にある国語の先生たちが集まる部屋に呼び出して、うん、もう普通にまあクズとか、先生が言うの、その人に向かって、あんたなんてクズ、キモい、普通に言うから。言っちゃダメでしょ。だってそういうの悪口書いてる人がいるんだもん。だ、悪口言ってる人に対して逆にあなたもそうだよみたいな感じで伝えてんの。あ、でもあなたもクズだしキモいよみたいな。私たちの先生も3年生の頃の先生が人に暴力振ってて、それで、あなたも やられていいんですかっつって、本当にやろうかみたいな感じで、あの先生がその暴力を振った人に対して、うん、なんかやられていいのかみたいな感じで、あなたも蹴ったんだから先生だって蹴るぞみたいな感じで言ってる人とかいる。宮部ってしょっちゅうなんか暴力みたいな男子が後ろで喧嘩してて、でそこで男子がやってて、男子が止めに入るけど止めれなくて、先生が後ろからテテテテテってエプロンつけて歩いてくんの。で必ず赤いこういうエプロンつけてこうやって歩いてでこうやって見てて、こうやって見てて、なんか怒んないんだよねその時は。でなんか周りにいる人ちょっと離れなとか言ってこうやってやって、で止めてる人も離れなっつって、その間をこうやって裂いてこうやって、で一番悪い人こうやって連れてくよ。びっくりした今あのね、廊下とかですごく怒られてなるじゃん。それで何回もそうやって通りながら見んの、結構で U ターンしてまた戻って、でもよくやる、遅れてるな、うん、遅れてるな、何回も聞いて盗みに来て、この人やっぱ悪い人なんだみたいな思う時がある。そういうのね好きなんで私。あと当番活動中に給食で、なんか私給食員だった時に呼びかけとか、うん、マスクをちゃんとつけてください今そうだよねみたいな感じで言う時に、一人の先生が通って間違えて、その先生にはあまり言わない方がいいんだけど、なんかいろいろ言われるから、だけど、うん、通った時に、あ、子供だなと思って、手は笑ってない人は手を洗ってくださいって言って、こっち見た瞬間に、結構あんまりみんなあんまり好きじゃない先生が通りかかって、その先生に言っちゃって、あ、やべえって思って、で、あ、すいませんみたいな感じでやってたら、その先生が、まあ私は洗ったんですけど、じゃあそう言われるんだから洗いましょうね、うわー、言ってくるから、みたいな感じになって、そういうのわざとらしいね、演劇っぽかったな今の言い方で、あ、すいませんっつって、それで6年生の先輩に、
あのね、そうやって言われたんですよ、もうやだっつったら、その6年生も違うまた先生に言っちゃってみたいな感じで先生に言われて2人でずっとこうやってやってたことが印象的だった。うちはちょっとわざとわしすぎる、うん、めっちゃ怖かった。やだ、もう一回言ってもらえ、思い出すとめっちゃやだった。はい、なんだっけ、はい、どうぞ。と、手を洗ってないから手を洗ってくださいって言ったら、まあ私は洗ったんですけどね、じゃあ仕方ないから洗いましょうかみたいな感じで洗ってくれた。すごい、うまい、うまい、うまい。だってあれは本当に印象的でめっちゃ怖くて、ママにもゆうちゃんにもみんなに言ったら、あ、その先生ね、私もそうやって言われたこといっぱいあるよみたいな感じで言われたら、そういう先生いない。え、でもめっちゃあの先生好きだったんですよ。え、だから好きだったけど、そう言われたからショックだった。あの先生いいなと思ってたのに、そんなこと言われたから一緒に嫌いになった。え、なにこいつみたいな、うっざみたいな、思ってたん。ごめんね、じゃあ私も洗うねーだよ。ええー、そんなこと言ってくれない。あのね、たまにね、言うとね、無視されてないとか言って言っちゃうの。その前に宮部ってそういう呼びかけないっていうかね、その前にね、呼びかけしてる、あーいいね、いい呼びかけだねって逆に褒められる。いいな、無視だよ、無視、無視はない。でも一部の先生だけお疲れ様って言ってくれる人、言う人いる。そ、まあそれが合ってるか分かんないけど、まあ、言うよ。外でね、旗下げてるとね、先生たちがこうやって歩いてくるの。旗、うん、JRC 福祉ボランティアの院長だから。誰が、はい、えで、旗下げてて、むしろこうやって歩いてくるので、こうやってお疲れ様って何人もの人に言われてはーいはーいはーい旗下ろしながらはーいってこうやってやってんの。へー、うん、ちょっと疲れる。来週さ、みんな学校の誰かお気に入りの先生のモノマネ大会だ。今やってたじゃん、ってやつ。ちゃんと表現だからね。俺さ、今ショックでさ、タイムライン見てよ、禁煙ネタでもうみんながどこ禁煙禁煙でさ、伊藤さんやめてくださいとか。どこ、皆さんこんばんは、森先生、あの森さんいるじゃん。え、出てきて、歌の先生、出てきてないよ。あ、それね、あ、ちょっとね、リロードする、おかしいんだよね、遅れてるんでしょ。遅れてる。え、なんて書いてあるの。もうね、みんなやめてください、やめてください。だってここも臭いもん。番組で宣言しちゃったよ、うん、みんなはね、酔わないと思うけど臭すぎる。はい、頑張る。で、ほのかからは、嫌な先生、許さん。ほんと、でも中学校にも結構嫌な先生とかいるっぽい、はい、ほのかちゃんじゃん。ほのかちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。岡崎さん行ったよ。行ったよ、あったもんね。ね、何、サックスみたいな。中学でなんかお祭りみたいな若竹祭って音楽会みたいなやつがあって、金土とやって、金曜日は体育祭みたいな綱引きとかやって、順位とかつけたりして、なんで2日目の今日はまあみんな今日若竹祭でみんな歌とか式とか伴奏とかでも自分たちがやって、順位決める、順位で決めるやつで、審査員もいるんだよね。そう、いる。そう、それでとほのかちゃんが何も審査員とかつけない吹奏楽部が、あ、そう、多分あるよね、最初に何曲やったの、すごいいっぱいやったよね。3曲やって、それでほのかちゃんがすごいサックスかな、あれ、うん、でもサックス、サックスになれなかった。なんかあれって言ってたよ、なんかオーボエじゃなくてトランペット、なんか吹いてるかな、じゃトランペットですごいね、上手だったよね。3曲しかやってない、3曲しかやってないけど、最後が、うん、ディズニー、やばいよ、ディズニーの曲のメドレー、メドレーで嵐だった。すんごい、もう一曲一曲全部なんかつながって、みんなもうこんな男の子はすごい、もうもうにこーっとすごい、私たち手拍子なんてしなかったもん。え、手拍子なんてしなくて、最初にずっとこうやってって聞いてて、私はほのかちゃんがやってるから、あのちゃんと聴
聞いてたんだけど、なんかもうなんかすごい中学校でもあんまりの人はなんかこうやって聞いてたりする人もいたりしてた。あのもうね椅子に乗ってねこんなやってる人もいて振ったりとか、すごかったもんね。私たちすごいシーンとしてるよね。スケボーやったりとかダンスやったりとか、花笠やったりとかすごいいっぱいやってる。なんか回してこう頭の上でこうやって回したりとか、すごいやってた。そのね、その嵐ファンの人とかもいたり、あと彩香のおかえり、ああそれがもうすごい感動するの。おかえりがもう3年生が引退だからみんな吹いてるし、もう泣きながらやってんの。感動、みんな泣いてた。もう最後はシーンとダーッてばっかり聞こえる。逆に最後はね、私たちもなんかショーとか言われた時あったじゃん。ああしないか、ショーを言われた時にみんなの前で言わないで、多分各自クラスで言われるんだけど、その時にやっぱりなんか3年生は賞取れなかった人がいて、すごい泣いて、みんな号泣してた。で男の子もやっぱり男の悲しくて、男の子も女の子と抱き合って泣いてるもんね。だーじゃなくて、気持ち悪いとかじゃなくて、本当にもうみんなだって最後なんだよ、それ歌えるのも。ほんとね、制服びちゃびちゃになるぐらい、うん、そう抱き合って泣いてた。もうほんとそれ見てるだけ、抱き合ってるって。こうやってもうこうやってみんなで、男子も女子もこうやってやってんの、みんなで、先生もみんなで、そう気持ち悪くないよ全然。こっちがね感動しちゃう、気持ちになるとね、もう感動するって感じ。見てるだけで泣いてきちゃいそう。もらい泣き、その光景、うん、またもらい泣き結構する、うん、あの小学生たちも呼んだんだけど招待したんだけど、今年はもう小学生とか上とか言ってんだけど、もう中学生とか1年生とかもみんな拍手だもん。気持ち悪いとかなくて、もうすごい拍手、いいね。でもそういうの、最後またみんなでね、なんかみんなが帰った後3年生だけ集まってなんかやったんだって。いいね。なんかそういうことやってるとさ、他の学園にさなんか言われるよ、絶対言われるよね。え、何やれとか。でも自分たちも3年生になったらやられるから、よかったねだもん。なんかね、すごい優しさがある学校なんだよ、みんな。だからそうやって言ってあげてよ。いいね、そういう学校は。荒れてるからね。なんか6年生はね、すごい、すごい仲いいんだけど、なんか体育会系みたいな感じで、なんかすごいなんか仲良くて、男子と女子だけでもう遊んだりするんだけど、5年生とかがすっごい今荒れてるっぽくて、いつも私たちの担任の先生から後ろの方の人が怒られてて、でもなんか音楽の先生が泣いちゃって、それ見てなんか6年生はすごいちゃんとしてるのに、なんか5年生が全然ちゃんとしてないから6年生の部分を引っ張れるようにちゃんとしてくださいみたいな感じでね、リフレインの練習の後にすごいもう泣いちゃって、音楽の先生が心配だよね、卒業したらさ、5年生がもうどうなるか分かんなくて、すっごいもう泣いてた。でもその先生元からさ感動するからさ、私たちが歌うだけで泣きやすい、ピアノ教室って感じで。その人たち運動、その先生運動会にいた？いなかった。いなかったの？中国いた。見たい層にいたらもしかしたら泣いちゃうかもね。多分泣いてたと思う。泣いてたの。だってさ、その担任の先生笛吹きながら泣いてたの。うん、嘘。ピピーっつって。うん、すっごい涙目だったよね。顔赤っぽくて。第一の時にみんなで集まった時に目の前でやってた時にすごいもう顔が真っ赤？真っ赤かわかんないけど、ですごい涙目で泣きそうだった。感動。うん。それ見て、あ、やべえみたいな。やべえ。なんか、うちもままで泣きそうになっちゃったから。泣きながら組み立てたやん。やだな。泣きしたら。うん、出たからやだったな。オッケー。それでは、そろそろ終わりの時間。じゃあ、お知らせ。昨日作曲家の相澤さんと打ち合わせしてきたんだよ。で、10月24日のレコーディングは、とりあえず2曲。ボーダレスとプレシャスワンの日本語版。で、また年内に今度英語版アレンジを変えて作ろうっていうことで、月曜日に、まあ、番組見れる子は見て、夜の音の初麦でエコブルームのハエちゃんとミーちゃんと相澤君がゲストで作曲家が来て、で細かい、
どういう段取りでレコーディングしていくかっていう打ち合わせをします。はい、はい、ということで、じゃあこれ一つ巻きを聞いてもらったからボーダレス久々に日本語版のやついこうかで終わろう。ちょっと盛り上げて100人超えてるぜ。障害の人たちも障害を持っている方たちにも来て
もらいたいじゃん。やっぱ弱い人たちとか、そういう人たちにもいっぱいな、できたらいいよね。じゃあ、そういうことでエンディングいきますか。マヤネ。よく頑張りました今日。マヤネ。マヤネ。ちょっと待ってね。最後まで100人は超えてる。ん？うん。100人は超えてる。お。103人。書いてる。ね。ちょっと待って。ちょっとね、タイムライン。汚いこと。明日は、はい、ユミゾウ先生が来て、ダンスの先生が東京から来て、またダンスです。イエーイ。明日はね、1時から2時までは勉強。ちょっとダンスとか歌やりすぎて勉強が弱いっていう噂を聞いて、明日勉強もやる。社会を教えてもらう。オッケー。算数教えてもらう。じゃないと無理も算数は。何？算数宿題あったっけ？あ、ないけど。力試しがあるよ。あるけど。勉強を。算数は無理です。私。そう。社会と理科は無理です。同じです。ねえ。なんで社会は？国語と算数が理科も意味わかんない社会理科。歴史が面白いじゃん。うん、はい。今入ってきた人もいますが、今日はこの後簡単にリナの誕生。パーティーをするんで誕生日かということでサクッと終わるかサクッとそれはサクッとはいパリサクッとパリサクッとパリじゃあどうぞまた来週また来週